東京ビッグサイトでは国内外の小売卸売業者を対象にした東京インターナショナルギフトショーが今日から開催されています。このイベントは東京ドーム6つ分に及ぶ会場で、グローバル化時代、世界の一品と日本固有の文化との共演を中心テーマに、およそ2200社の企業が参加し、300万点に及ぶ商品を出展しています。会場では重さ 2.5g、室内などの狭いスペースでも飛ばすことができる世界初の室内コントロール飛行機が今月下旬の発売を前に展示され、来場者の人気を呼んでいました。その他、生活雑貨をはじめとする観光物産品、輸入雑貨など上質な暮らしを提案するさまざまなジャンルの商品も展示されています。会場にはさまざまなグッズが展示されていますが、今回から環境に配慮したグッズも展示されます。これは人々の地球環境改善への取り組み意識の高まりを受けて設置された、地球環境に配慮した生活を提案するブースです。使うとマイナスイオンが発生する岩塩でできたインテリアランプなど、自然の力を利用したアイデアグッズや、充電することで消臭効果を再生させ繰り返し使うことができるシューズドライヤーなどが展示されています。このイベントは7日金曜日までの4日間行われ、主催者側では20万人の来場を見込んでいるということです。